So today, in Ukraine, Mohonto Oil is how to produce its original fish printing oil-based ink. The brand name is Dragon Ink. Please enjoy to see this video of all the process how to produce. ソースの入れる塩でしょ。シャモニですね。こういうものを使うわけ。それでこれがなかなか大変なんで、これ10色あるわけで、まあこの会社大日本印刷の子会社の DIC グラフィックスって会社のものなの。これはこういう一個人が大きな会社から直接買うわけにいかないから、 その代理店、FBM という会社。そこに一応、企業登録をして、だから企業じゃないけど、インターナショナル漁業工房の口座を作ってるわけね。はい。では、まず開けますと、インクはこういう状態になってます。それで、これは茶色。茶色でもね、これ76番なんだけど、薄い茶色から濃い茶色までいろいろ売ってるの。 ただ、もし買うときは FBM に電話して、インク書いてんだけど、何にしたらいいか、カタログを送ってくれって言うと、 これが、そのインクです。はい。では、まず開けますと、インクはこういう状態になってます。それで、これは茶色。これも DIC グラフィックス。同じメーカーのインクとワニスを使う必要があります。で、まず、これに、 そうすると、ここにピラーンって入れていただいて、思いっきり切られて、それ、ワニスの分量っていうのは目分量で。目分量。そう。これがね、泡を打たないんだよ。これが、俺の性格を見たら。それで、まず最初に、くっつかないように、このね、ワニスを入れておいて、それから次に、これを、 ほら、こんな硬いんだよ。これじゃあチューブに入っていかないわけ。だから、こういう具合に。で、空気を遮断しておけば、2年経っても3年経っても使えるわけ。だから、これからもしかしたら皆さんが、1缶買ったれば、 一人で使うには10年かかる。だから、それ。だから、東京の印刷会社に、下水に流していいよっていう許可出しておくから。ああ、そうなんだ。非常に純粋な。横瀬か、これより、ちょっと小さいのでさ、このぐらいのでさ、100円で売ってんの。あれを言うってやって。はい、じゃあ次は大切な工程です。ちょうどいいだろ。 ああ、なるほど。お玉じゃダメなんだ。お玉じゃダメなんだ。こういう具合に、ね、割り
紙質とインクを混ぜ合わせながら、これ時間かかるの。これがね、空気が入らないようにこんなことやっているんだけど、これをブエーってミキサーかなんかでやれば早いんだけど、一度料理用のハンドミキサーってあるんだよね。こっちの方も後で。先生、それインクって2キロ缶なんですか？ん2キロ缶、うん、で、割り数が1キロ、ま、2キロ、1キロだよ。1キロか、うん、1キロという方はね、ヘアドライヤーで温めようと思ったの、うん、やばかったね、みんな統一しちゃったよって。ヘアドライヤーの風が強いと、うん、で、これがこういう状態でもしチューブに詰めたらば、ペタ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 してきれいにとろーっていく感じ。もっとだね、うん、もっと手が震えてんだけど、手が震えてるよ。垂れる垂れる、そういうこと言ったらで、たまにはね、こういっぱい飲みやすい、そんなことになっちゃうんだろうね。で、次はね、え、上部上部でやると大変なんだよ。それで安い、ああ、ね、安い100円ショップだからこそこうやって曲がるわけ。それをこれは角から、うん、ね、で曲がったらば、曲がったらばこれを、これをこうやってわーって広がっちゃうの。あ、ね、あいいですね。これいい感じ。もっと柔らかくていいか。よいしょ。もう最後に一滴っていう感じでね。はい。うん、ここね。よくなったんで。これ、皆さんがこういう建材に行ってるのがあって、そこで作ってもらった。組んだんだよね、木を。うん、だからこれが標本入る大きさの。うん、あの組木、これは三段重ねになってる。三段重ね。上からこう見ながら、ああ、できるね。この時ちょっとよそ見したり、咳したり、くしゃみすると。この時ちょっとよそ見したり、咳したり、くしゃみすると、バイトに呼ばれて、帰ることする。切るときが大変だね。うん。ああ、でも。結構切れるな。そうか。あれだと、話すと。普通だとこれ今締めないで、この時にたくさん入ってると、この時にたくさん入ってると、ビョーンって出ちゃう。で、この状態でこの工具はうまくできてて、ここにこれを置くと、ね、ちょうどほら、ああ、うん、工具さっきから途中じゃなくてこう、うん、頭がぶつかる。それでこれをキュッと押すの、うん、あ、ね、うん、でしょうない、うん、あとはね、この時ちょっとよそ見したり咳したりくしゃみすると、バイエスによくなってきて大変なことする。切る時が大変だね、うん、ああでも結構切れるな。そうか。あれだと話すと、普通だとこれ今締めないでずっと取るでしょ。でこういうところにインクがついてる場合がある。ああ、この時にたくさん入ってるとビョーンって出ちゃう。で、この状態で、あ、落ちるね。すごいね。ずっと落ちる。これで3割方落としちゃうわけ。大体ね、10本やって俺3本も失敗した。で、印刷してます。だから、
その辺はアワードでインターネットの油田工房に書いてあるで製造元の書いてこの長さに切りますで、それでテープを貼りました。そしたらば、この文字の文房堂っていうのは下に電話番号書いちゃったんですうっかりこれをやるとこのこっち側にテープをつけます。はい、これで1本14ドルが出来上がりなるほどね。で実はね、大野さんもそうなんだけど、このキャップが、蓋が大きいのね。今ね、蓋がこれしか売ってない。メーカーにもう一つでかい、あの